はい、ということで今日はこちらのですね、居酒屋萩原というお店で何やら珍しい魚が食えるということで、昨日情報をゲットしまして、来たので食べれるといいな。では入ってみましょう。部屋がいい？こっちいいの？部屋でいいんじゃない？いやー、何ヶ月ぶりだろう、りょうさん。相当久しぶりだと思うんだけど。そうですね。おはようございます。とりあえず一つ目、牡蠣ポン酢が来ました。美味しくいただきたいと思います。うまそう。いいね。こっちがしゃぶしゃぶ、手前がしゃぶしゃぶ、奥の方は煮てやるっていう感じ。がっつりだった。ちょっと思ってるより量が多い。皆さんそんなおっしゃるんですけど。めっちゃ量が多いんだろ。大丈夫かな。いやでも楽しみ。ポン酢をお持ちしますので、はい、とりあえず食べていきたいと思います。クエです。クエ鍋、いやうまそう。アク出てきました。きれいに取って行きたいね。アクを取っております。クエのしゃぶしゃぶ入んなよ。どうすか、入らんしゃぶ。これをポン酢につけて、うまいな。いい。いやもう、うまいのはやっぱうまいんだろうね。有名だしね。ちょっと入れてね。じゃあちょっとつけすぎたな。あ、そう、もうさっとした感じでいい。じゃあもうさっと湯通ししたぐらいでいきましょう。いただきます。うん、美味しい。しゃぶしゃぶいい。食え、みんな食べましょう。いや、いいね、別に。インスタ映えを狙ってるわけじゃないからね。アジのお作りでございます。やっぱアジだよね。アジだね。やっぱアジなんだよ、最終的には。アジ、アジだよね。アジ、いやもうめっちゃ食べた。汚いね、この味の。この味良かったんじゃないですか。味もうまかった。汚いね。あ、骨のとこね、
いや本当美味しかった。また来たいと思います。鹿児島市小野町にある萩原、ぜひぜひ皆さんまた鹿児島に向かっての際は使われてみてください。温度なのに音が竹内からおごっていただきました。どうも。いいなと思うんだけど、いいよ。あ、ダメだ。え、どこは？鹿児島の水族館。まあいいんじゃない？そんな感じですか？淡白だったね。ああ、淡白なお魚。まあフグに似てるとかも言われるけど、まあ淡白なお魚。やっぱあれだね、やっぱ地魚ってやっぱりこう出汁出るね。いい出汁が。いい出汁ね。どうせ美味しかった。来たんじゃない？大根。